ススキノの中心部にあるこちらの人通りの多い場所にあるホテルで男性の遺体が発見されました。昨日午後3時ごろ、札幌中央区ススキノのホテルで従業員が2階の客室の浴室で男性の遺体を発見し、消防に通報しました。遺体は刃物のようなもので首を切断されていて、室内から頭部は見つかっていません。男性の遺体発見から一夜明け、捜査員たちがホテルに入っていきます。警察によりますと、ホテルの防犯カメラには男性が別の人物と2人で部屋に入りましたが、この人物が1人で部屋を出る様子が映っていました。衝撃的な事件に付近では不安が広がっています。あんまりやっぱり治安が良くないので怖いなとは思ってます。遺体は成人男性とみられ、死後時間が経っていないということですが、室内で男性の身元を示す所持品は見つかっていません。警察は殺人事件と断定し、今日捜査本部を立ち上げ、遺体の司法解剖を進めるなど身元の確認を急ぐとともに、男性と一緒にホテルに入った人物の行方を追っています。では最新の捜査状況を伝えてもらいます。道警で取材をしている佐藤キャップです。佐藤さん。はい、道警本部からお伝えします。見つかった遺体は刃物のようなもので首を切断されていました。頭の部分は何者かが現場から持ち去ったとみられます。死亡した男性については、携帯電話や免許証といった身元を確認する手がかりとなる遺留品が全く残されていませんでした。警察は身元の判明を遅らせようとした可能性があると見ています。佐藤さん、気になるのが一緒に入った人物ですね。どんな人物像が今分かっているんでしょうか。はい、それに関してはですね、ホテルの防犯カメラには2人で入室する様子が映っていたと。でさらにこの人物が1人でホテルを後にする様子も映っていたといいます。警察は今のところ性別も含め情報を明らかにしていませんが、この人物が詳しい事情を知っていると見ています。警察は付近の防犯カメラを徹底的に確認し、この人物の特定に向け一丸となって捜査しています。こちらからは以上です。